これから虫除けスプレーを作ろうと思います。用意するものをまず説明しますね。100均なんかにありますこのスプレー容器ですね。それから無水エタノールです。そしてハッカ油です。それから精製水ですね。そして、計量する、カップ、計量カップですね。それから私は百花油だけだとちょっと香りがきついので、大好きなゼラニウム、この、アロマオイルも入れます。ゼラニウムは防虫効果があるので、一石二鳥という感じですね。はい、以上が、材料です。とても簡単です。まずですね、この無水エタノールをですね計量します。10ミリリットル、10ミリリットル計量します。ここに入れます。はい、そして次にハッカ油、これをですね5、6滴ですね入れるんですけど、ちょっと多めに 6滴入れます。はい、7滴ぐらい入ってしまいました。6滴入れました。そしてほんと簡単ですよね。であとは、精製水を入れていけば出来上がりになっちゃいます。すごいですね。これ 50ml 入る容器なので、これにいっぱいになるぐらい入れればいいということになります。はい、そして最後にね、このゼラニウムのアロマオイルを入れますね。2滴ぐらいにしましょうか。3滴ぐらい入れたいと思う。ごめんなさい、3滴ぐらい入りました。上の方でやってしまいました。動画が見えなかったかもしれませんが、すいません。このようにこうね入れます。入れました。はい、ということでとても簡単にできました。これすごい効果があって、私山登りとかするんですが、夏山登るときは必ずこれを顔とか出ている部分にスプレーします。でスーッとするから香りも気持ちがいいし、本当に防虫効果、アブとか蚊とか、その他の虫が、寄ってきません。でこれは田舎に行って畑仕事や花壇などの世話をするときに、この時期必需品なので作りました。これをですねシュッとスプレーして、また田舎で暮らしたいと思います。今日は、防虫スプレーを手作りしました。はい、以上です。